見ながらの膝ですね、うん、それなら多分シャノン倒せるんじゃないかなというふうに思ってます。身長差もありますし、ね、あまりパンチとか投げにこだわらずに組んでみたらどうかなという気がしますね。なるほど。さあ今度は小次郎が中心にして左に回るようになります。小次郎が自分の左側に回ります。そしてパンチのワンツースリーフォーまで入った。左フックやこの辺りはこうあえて透かすようにします。そうですね、右のローサイを下げてきたがパンチの方が強い。左も入ってる。石も入ってますね。あっ、石も入ってた。ストレート入った。いやしかし倒れないんですね。さあどうするか。ここで決めつけるか。チャロン・フォレスターも少ない手数ですが返してきます。それが入っています。そしてデコで受けてこれ攻撃を散らすように流すような動きもありますが、ボディも効いているか。膝2のロー。これだけもらってなぜ倒れないか。そちらの方もだんだんとですね見えてきますね。不気味に見えてきますね。前蹴りこれも見えています。小次郎一旦距離を取りました。右のロー、これは膝を立てて防いだ。ただもうこれ効いてるのは間違いないんで、もうこれどっちが我慢するかですよね。あ、そうですね。さあここで投げに行くか。やっぱり我慢して小次郎選手のドーンブレイクの後でしたね。腹引越しさすがですね。普通に今見てしまいましたけど、ね、いやしかしいいロー入れましたね。今返してきました。そうですね。パンチのコンビネーションから右のローにつなげます。小次郎左のミドルキック。やっぱりこう小次郎選手の攻めがどうしても顔面に偏ってるんで、シャノンの方がこうガードを硬くして顔面だけ守ってますよね。あ、なるほど。それ多分セコンドから今ボディボディっていう指示が出てるんですけど、はい、先ほどの左のボディフックもちょっとこう効いてるんじゃないかっていう感じありましたね。そうですね。しかしシャノンはタフだ。タフですね。投げに行くか。さあこれはロープに足をかけるようにして防ぎましたね。完全に体が裏返ってるんですよね。そうですね。小次郎はこのシュートボクシングの投げをここまで見て、さあ上げるか。このレベルだったらしばらく柔道から離れてても自分の方が上だなと思いましたと自信のコメントです。まして打撃もあるんで、このシュートボクシングルールは自分のためにあるルールだと思っています。そう語った小次郎。さらにこれからその上の選手、シュートボクシングの上にいる選手たちとも機会があったらきっちり倒して世代交代見せますよ。その自信のコメントもあります。右のローキックちょっと効いて効き始めてますね。いやもう完全に効いてますね、止まりました。さあ足が止まった。棒立ちになる。しかし下に意識がいってしまうと今度パンチを思って振り込んできます。シャノン・フォレスター。右のロー、いやーやってますね。もう一つ右のミドルキックを一つ返します。そしてパンチはまだ振り出してきます。左のさあ投げに行くか。重田さん、はい、これもちろん5ラウンドフルに使って勝てばいいわけですからね。いやそうですね、ただ小次郎選手の中で多分かなりフラストレーション溜まってると思うんですよ。ははラストラウンド、はい、さあ最終の第5ラウンド始まりました。白いトランクスの小次郎です。そして黒のロングスパッツのシャノン F16 フォレスター。シャノン、いやそれがないですよ。パスですね。今も普通に打ち合いにこう落ちてるんですね、自分の左足も相当効いてるはずですけどね。あー今ちょっと額と歯が当たりましたね。小次郎の歯に額が当たったようです。さあ押し込んで今度は投げに行くか。さあ両腕を抱えますね。サントキレだ。美しいシュートポイント入りました。日本を打てる感じですね。赤コーナーこれ1球場だったら完全に1本。もう一丁いきましょう。ここが崩れていく。まあ汗で滑るこのラウンドですけど 両腕を抱えるんですから。そうですね。だから柔道っていう競技がいかにこう人間の体、人体を知り尽くしてなんか投げ技ができてるかって感じですよね。決して道着を持って力でぶん投げるんじゃないですか。膝だ。カウンターの膝入った。膝ですよね。もっと膝が効いてますね。さあまた行くか。今度はもう一つ。うわあれもう肘が決まっちゃってるんですよね。あじゃあ前でも崩れるしかないわけですよ。我慢すると自分の右肘が肉肉肉肉と折れるしかないですね。しかし前に出てきますね。今額でしたけど、もう少し鼻の方だった。当たればさ
もう、いやでもね、膝だとね、やっぱりシャノンも本当にね、ムエタイの経験あるんで、彼は確かしぶといんですよね。今足すくっていくようなのがちょっと今こっちの嫌がりましたね。その後も同じもの返しましたけど、さあ残り時間が間もなく1分になろうとしています。ボディカウンターで入ってきました。右のロー、いやータフレスです。フォレスター、シャノン・フォレスター、さあバックに回ったフォレスター、そのまま崩れていきます。立ち上がります。小次郎、シャノン・フォレスターはすでに臨戦態勢、周り詰めてくるんですね。これスタミナではもらっているフォレスターの方が上ですか。しのぐのが本当にうまいっていうだけなんですね。結果的に勝ってるものなんで、このままいっても負けはもちろん小次郎ないですよね。ないですね。でも小次郎にとってはいわゆるこう団体に所属しない男として、スクランブル渋谷出身、渋谷所属として何を見せるか、結果プラスも求められます。会場から小次郎コール、ちらっと時計を見合った。まあなんといっても9月19日行われる S カップ、それも名乗りを上げるべき選手です。さあ投げに行った、雑名。このままタイムアップのどんどん効きそうですね。試合終了です。その瞬間首をひねって右の肩やりましたかね。レフリー文敵50対44、赤コーナー小次郎、圧倒的に小次郎一人目。ジャッジ平50対43、赤コーナー小次郎。ジャッジ黒田50対43、赤コーナー小次郎。以上3対0の勝ち、赤コーナースクランブル渋谷小次郎選手の判定勝ちでございます。さあスクランブル渋谷小次郎、文句なしの判定勝利。シュートボクシングデビュー戦で、しかも2つのシュートポイントを奪っての完勝です。こう試合が半年空いてたのと、やっぱこのぐらいの相手には負けられないっていうのもあったし、すごい本当今年から一戦一戦も本当に勝負だから、一個でもダメになったらやっぱ取り残されちゃうっていうか、こう自分の目標としても全然もう話にならないから、絶対それは途中で棄権する予想。